国鉄滝7150経過車は、かつて日本国有鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、セメント専用の35トン石炭ク車として1966年7月6日に一両が東洋工期にて製作された。その後本形式は、増備されることなく、形式消滅まで一形式一両のみであった。試作的要素が多かったと思われる。 記号番号表記は、特殊表記符号を、公前置し、小滝と表記する。落成当時の所有者は、小野田セメントであり、その常備駅は、相模鉄道の厚木駅であった。1985年5月8日に、清水工業へ、名義変更され、常備駅を、西濃鉄道市協線の猿岩駅とした。タンク帯は、普通構成であり、積み込みはマンホールからの上入れ式。 荷おろしは、圧送式である。車体色は黒、寸法関係は、全長は1万1300ミ、mm、リメートル、全幅は2700ミ、mm、リメートル、全高は3725ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は7200ミ、mm、リメートル、自用席は33.5立方メートル、自上は17.3トン、換算量数は、積車5.0、空車1.8であり、 会車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1985年11月22日に廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。